スポーツジャストワンをご覧いただき本当にありがとうございます。この動画の下に皆様の毎日をブラッシュアップしていただける素晴らしい朗報もありますので、どうぞ。一郎国民栄誉賞安倍内閣の政治的利用。2019年4月1日新元号令和が発表され、安倍晋三首相が会見。永田町では新元号の次に注目が集まっている。現役引退を表明した米大リーグマリナーズのイチロー45に安倍内閣が国民栄誉賞を授与できるかだ。安倍内閣で受賞したのは2013年に元大相撲横綱大本幸喜さん、巨人軍中心名誉監督長嶋茂雄氏と元巨人、大リーグ元ヤンキースの松井秀喜氏、レスリング五輪4連覇の伊藤香織、将棋の羽生善治氏、囲碁の井山裕太氏、フィギュアスケート2大会連続の金メダル羽生結弦の7人。安倍首相は歴代内閣で最多記録を更新している。日米通算4367安打、10年連続200安打を記録し、先月21日に引退したイチローに国民栄誉賞を授与する方向で調整に入っている。だがその後難航しているという。政府関係者は5年間続いた中曽根康弘内閣の時では4人が授与されています。安倍内閣はイチロー選手に国民栄誉賞を受けてもらうため内々に本人が打診していますが、イチロー選手が米国に戻ったため連絡を取るのが難しい状況になったと肩を落とす。野党は安倍内閣に対し国民栄誉賞を出しすぎて授与の重みをなくしてしまっていると批判している。立憲民主党議員はイチロー選手が過去2度も辞退したことを考えれば本人は迷惑していると普通は考えるはず。しかし安倍内閣は政治スケジュールありきで政権運営を続け、その影響で1日には審議が不十分だった働き方改革関連法の本格施行が始まる。ゴールデンウィークの10連休前に新元号初の国民栄誉賞をイチロー選手が受けると発表するスケジュールを組み、夏の参院選に突入したい思惑があると語った。イチローの意向次第だがどうなることやら。みんなの声、イチローさんが国民栄誉賞3度目の辞退。どんな理由にしろ基準が適当な賞ですので意味のない賞ですね。安倍内閣の思惑通りになりません。イチローさんが政治的に利用されなくてよかったです。今後ともイチローさんの独自の活躍をお祈りしています。イチローの功績からすれば国民栄誉賞も当然でしょうが、絶対に政治利用だけはしないでください。このタイミングだからこそ考えてしまいます。もし送るのでしたら参院選後に落ち着いてからお願いします。長嶋と松井は一番ダメな受賞だな。ファンを増やして野球界に貢献しただろうけど、野村や落合のような三冠王もいる中で受賞させる根拠が薄すぎる。大リーグでの安打数を特筆させるならイチローがありかな。彼は国外から日本を見ているから政府のこすいやり方がよく見えると思う。多分自分が利用されるのがわかると思います。多分受けないと思う。で、日本人として優れた功績のある人間を国として表彰することは全く異論はない。しかしその前提として受賞者選定に横島な考えが入らないことが重要だと思う。過去の受賞者は概ね納得できる個人等であったが、ある時点からこの賞に対する意識がものすごく冷めてしまった。それは長嶋氏と松井氏がダブル受賞した時で、まずダブル受賞自体に違和感があった。同じダブル受賞でも将棋の羽生氏と囲碁の井山氏にはむしろダブル受賞とするちょうど良い条件が重なり極めて自然に感じたのに、なぜ今長嶋氏と松井氏なの？なぜ同時なの？という疑問符が強かった。そして決定的な違和感が鍋常の俺が取らせてやった発言が出たことで、鍋常が安倍と密接な関係なのは周知の事実であり、これは
政権の人気取りに利用されたとしか思えなかった。一郎の実績は受賞しても何もおかしくないが、素直に喜べないのは一政治家の悪行が原因だと感じる。一郎さんを政治の道具に使わないでくださいよ。個人的には国民栄誉賞は廃止してもいいと思う。最後までご覧いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いします。ムササビマークをクリックしてください。